ガミ友さん、この町の方々は本当にいい人たち、いい人ばかりですね。私はケイシーさんにザッコさん、ザッコさんって煽ってるようにしか。それにノリンさんからある相談を受けたんです。病と戦うガミ友さんの代わりにヘルコンドルを倒す武器を開発したいと。相談を受けてから町の皆さんと一緒にいろんな武器のアイディアを考えてみました。ヘルコンドルは空飛ぶ鳥です。普通の攻撃はまず当たらないでしょう。そこでどうするか、私たちはリリパッドが持つ武器を見て思いついたんです。さあ、町のみんなで考えた武器作りのアイディアをお伝えします。ガミ友さん、あとはどうか私たちのアイディアを形にしてください。お、ここでいよいよ。考えてる。何思いつくのかな？お、思いついた。大弓、大弓って読むのかな？床に固定して矢を撃つ機械仕掛けの大弓、大弓、置いた。あと、丸ボタンで矢を発射できる。なるほど。まあ、第一章の魔法の玉的な感じなのかな。こっちじゃないんだな。新しい防具を身につけてるわけでもないと。なると、大弓か。大弓って読むのかな？あれ？どこで作るんだ？あった。素材、木材、紐、錆びた金属。え、もうできるじゃん。作っちゃおう。これ作ったことで何か思いつくかな。作ったよ。すごい、ヘルコンドルに対抗するための大弓を完成させてくれたんですね。うん、これなら空中のヘルコンドルにも攻撃を当てることができそうです。弾は？ガミ友さん、私はこの町に来たばかりで詳しいことは知りません。ただ、あの元老和さんの言う、病と戦うことがいいことか悪いことか、病の原因が、ああだとかこうだとかそうだとか、はっきり言っていろいろこじらせてるおじいちゃんのぼやきにしか聞こえません。なるほど。これまで。がどうであれ、ヘルコンドルが元々の病を振りまいたのは事実のはずだし、ヘルコンドルを倒せば空の闇が晴れるのもきっと間違いないはずなんです。ガミ友さん、この地に病苦を振りまくヘルコンドルと直接戦う時は必ず来ます。その時のための準備もそろそろ一緒に進めておきましょうね。そうですね。今作った大弓、これ大弓って読みます一応、間違ってたらコメントしてきてください。さらにいくつか作って高い場所に設置しておくと安心かもしれませんよ。なるほどね。なるほどなるほど。ここでまた誰かにつくか、チェックマークつかないか。一応設置しておこう。おう、でこれで使う。なるほど、使う。え、強いじゃん。へえ、なるほどね。これは壊せるんだよね。なるほど。なるほど、なるほど。いいか、スライムに当てるのかわいそうだからな。じゃあ、元老和の手紙を持って、ウルスのとこに行きたいと思います。ちょっと道中使ってみようかな。カニか。まず最初の犠牲はカニかな。カニちゃんです。カニちゃんです。いた。設置ファイア !11 か。まっすぐ来るな。あー、まあまあまあ、強い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 。全然強いわ。じゃあ、カットしてウルスのところまで。カーッとしまして、着きました。お腹いっぱいにまずは食べてから。誰も信用するものかって言ってる。あれがウルスか。で、この元老和の手紙を渡せばいいと。よし。元老和様？お、おー、これは元老和様の。私は、とんでもないことをしてしまった。すべて元老和様が正しかった。人間ごときが病を死を超えるなんておこがまし。ご、ご、ご。このメモを元老和様に、そこに手がかりが、ご、ごひゃ、ごひゃ、ぐひゃひゃ。え？あー、うえ、あおー、あおー。うげげげ、うは、うげげげげげげ。うわ！びっくりした！そりゃ怖えよ。あ、なんかいる。奥のはなんだ？腐った死体、なんだっけ？なんだっけあれ？アンデッド、なんだっけ？ゾンビ、腐った死体の、もっと腐った死体とかだっけ？なんか、名前あるよね。やっぱでも弱いな。さ、じゃあ。一直線に並んでいただいて。はい、こっちおいでー。おいで、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 腐った死体。撃つ！あ、連射ができない！撃つ！ダメだな、こりゃ。まあ一体ずつ倒していくか。すご。まあ毒効かないんだけどね。はいはいはい、3発。
で攻撃モーション4発か1234発でかわして1234はいトロイ倒した。あ、ちょっとずれててもちょっと向き変えてくれるんだ。はいはいいいねいいねこれ。オッケー。はい。あれダメか。あそこの敵をやっつけたい。ほいほいほい、いいね。そりゃー、よいしょ、倒した。南国草の種、へえ。え、もう倒したから、あそこにいるのか。なんで黄昏れてんだあいつは。倒した。ぐおー、ぐわーこいつウルスじゃないけど。ありがとう、神とも助けてくれて。これを元老様に。生命の木を、世界中を探すんだ。ウルスの手紙を手に入れた。じゃあ帰る。エルが腐った死体になるのは怖い。早く治したいな。帰ってきたよ。元老は様。いた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 。どこ行くどこ行くどこ行く。おお、戻ったか、神とも。してどうであった。そうか、ウルスが。神ともよ、かつてわしとウルスはこの地の病を根絶すべく研究に明け暮れておっての。しかし、物を作る力を持たぬわしらでは何をやってもうまくはいかなかった。そしてウルスはついに病ではなく死そのものをなくそうと考えたのじゃ。そう、あの異形の病はウルスが、人間が作り出したもの、人のおごりが生み出した負の産物なのじゃ。そうであった、神友よ。ウルスからメモを預かってきたのであろう、わしに見せてくれぬか。人間が作り出した、なるほどね。うむ、これはウルスの新しい薬の開発記録のようじゃな。あまり気乗りはせぬが、解読してみるとするかの。うむ、これは素晴らしい。人の死そのものをなくそうとするウルスの実験にわしは反対し、研究をやめた。お主と出会った時建てていた墓は研究の犠牲になった者たちの墓だったのじゃ。神ともよ、悩ましいの。所詮人間が病と戦うなどやはり間違っておるのではないか。病や死から逃れようとするなど人間の領分を超えることではないのか。せっかくじゃ、ウルスの手がかりはわしが解析してみる。それが本当に正しいことなのかわからぬがの。神友よ、解読が済むまでの間、町を発展させビルダーの経験を積んでおいてくれ。あ、もうそれ終わった。これから先まだ何があるかわからん。頼んだぞ神友。うむ、神友よ、町はより発展しビルダーとしても成長したようじゃ。お主が町を作ってくれていた間にウルスの手がかりはなんとか解読できたぞ。一歩も動いてませんよね。元老は、やはりウルスも以前わしが話した世界樹に関心を持っておったようじゃ。かつて聖なる祠があった地、そこに立つという生命の木、世界樹か。しかし、のう神友、病と戦ってももう無駄ではないのか。これ以上無用な悲劇を生まぬためにも、やはりわしはもうここまでにすべきだと思うのじゃ。ひとまずご苦労じゃったの、神友。なるほど。いや、でも抗うべきでしょう。伝説のビルダーがいるべきだ、いるのだから。で、次は誰かな、エルあたり。お、またエルが、エルからの討伐クエストか。オッケー、頑張るよ。持ち物を整理しようかな。はい、竜王軍との対決を前に、ちょっとサブクエスト、寄り道を終わらせようかなと思って、来ました。この中、前に入ったことのあるこの館なんですが、これを入ると、宝箱に古い紙幣が入っていた。おう、俺が最後の仕事と決めたこの屋敷の屋根修理もついに完成できなかった。依頼主はとっくに病気で死んで、俺も同じ病気で間もなく死ぬだろう。この家の屋根を修理したってきっと何の意味もねえ。だが俺は職人の最後のものづくりとしてこの屋根の修理を完成させたかったんだ。もしこの紙を読む者が意思を受け継ぎ、屋根の修理を完成させてくれたら嬉しく思う。屋根2個。
斜め10個、出っ張り5個、引っ張、すごいすごい手に入ったな。で、これを完成させると何かもらえるみたいですね。取り出す。よし、オッケー。なんだろう。斜めの屋根。こうかな。あー、合ってる合ってる合ってる。これをそのまんま、こうやってもらえばいいのか。オッケー。できた。また武器違う声出た。ごめん。で、呪いが解けて、あ、で、こっちと。え?なんかアイテムだと思ったのに。これを読んでるやつはきっと俺の最後の仕事を完成させてくれたやつだろう。誰かは知らぬが感謝する。俺に俺の職人魂を受け取ってくれ。おう。あ、そういうことか。屋根を、あ、屋根をひらめくようになるわけね。なるほど、なるほど、なるほど。引っ込み角。なるほどね。そういうことか。一応もらっておくか。よし、ではあともう一箇所、リカントのところへ行こう。はい、宝箱をゲット。なんだ?金の指輪。お、効果は?体力が上がる魔法が込められた指輪。最大 HP が10上がる。ああ、装備しておきましょう、装備しておきましょう。上がった、上がった、上がった。そうか、特殊効果っちゃ特殊効果だけど、ちょっと期待してたのとは違ったかな。でもいいや、このリカントに、リカントの親分に混乱を治す薬をあげれば。はい、こっから登場。ヘルコンドルメって言ってる。天使の着付け役あげるよー。はい、キラーリカントの頼み達成。のう、神とも混乱の病に効く薬を作ってくれたのだな。そして、この薬を作るために必要な素材を得た。ということは、混乱攻撃を仕掛けてくるリカントマムルを倒したということだ。実はわしはな、リカントたちにリカントマムルを倒す傾向をつけておきながら、混乱攻撃が大の苦手でリカントマムルには手も足も出ないのだ。だが、この薬があればリカントマムルを倒せる。わしのメンツも守れるということだ。ふが、はっはっは。よくやってくれた、神友。わしは強いやつと正直なやつが大好きだ。そなたをわしの一番弟子ということにしてやろう。稽古は全くつけておらぬがな。ふがっはっはっは。ぐがっはっはっは。なんかくれ。そうそう、これはせめてもの礼だ。わしの太い指には入らぬ。受け取ってくれ。あ、指輪か?おお、理性のリング。あ、混乱効かないやつか。これが、金の指輪、これが理性のリング。青い光が心を落ち着かせる指輪、混乱を無効にする。あ、なるほどね。その指輪はめてれば混乱攻撃効かなかったんじゃ。あ、これ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 は持って帰りたい。よっしゃー、来たー、鎧置き。あ、待って、っていうことは鉄の斧ならこれ壊せる。来た、よし、来てよかった。魔王軍との戦いを前に、これはいい。やった。じゃあ帰ろっかなー、帰りまーす。やったねー。きた、これがあればなるかな。剣と鎧の来い。あー、なんないんだ。椅子はある。ありゃー、建物、部屋レシピ、うん、石のクローゼット、椅子ある、剣と鎧がある。明かりもある。ああ、じゃあダメなんだな。下手は、台ではダメなんだな。残念。さて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 、楽しみの、これ。火を吹く石像。ここら辺に置いてやろうかな。ほい。いいねえ。ほい。いいねえ。燃やす燃やす。木だから燃えちゃうんじゃないかなって思うけど。大丈夫か。よしよし。あ、バリケードこれ壊れてないんだ。鋼で作られた魔よ、あ、壊せるんだ。まあいいや。じゃあ、行ってみようかな。まあ、武器は大丈夫だろう。鉄の斧。これちょうど使い切って、多分この後旅の扉が多分タイミング的には手に入ると思うので、そこで新しい素材で武器をレベルアップするから、鉄の斧はこれで大丈夫。行く。
おう、神友様大変です。またしても、またしても魔物がこの町に。なんとか魔物たちを追い払って、新しい患者様をお連れしなければ。え、なんですって、元老様が病と戦うのをやめようと。何を言うのです、そのようなこと、絶対に、絶対に。神友様、まず魔物たちを倒しましょう。戦いの準備はよろしいですか？はい。さあ来い、神友様。私は自分に他の誰かをお助けできる力がある限り諦めたくはありません。力を合わせて必ず町を襲う魔物たちを倒しましょう。町が壊されて病室がなくなってしまったら患者様がいらした時に困りますもの。そうだね。さあ来い、ヘルコンドル。ヘルコンドル、じゃあこの時に大弓を当てたらあれかな、ダメージ与えられるのかな、消えちゃうんだよな。え、仲間よ、ああ消えた消えた消えた。え、待って待って待って、ああれあれか、腐った死体になるわけね、近づくと。はい、じゃあ焼かれてください、ゾンビだけに。さあ来い、どんどん焼かれろ。やっぱり火を吹く石像強いよ。よかった、取ってきて。さて第2波は5分の0。あー、くんな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 、ややこしいややこしいややこしい。来なくていい、来なくていい、来なくていい、来なくていいよ。あー、もう町の人が出てっちゃうと、もうこっち来なくなっちゃうんだよね。倒すか。暗くてよくわかんない、ちょっと待って、暗くてよくわかんない、明るくしよう。戦ってるところは撮影的な問題で、あの明るいところで戦ってください。ここでね、はい、ここ明るくしたから撮影しやすい。よいしょ。あは回転切りやっちゃった。ほい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 、これでいいや。はい、これ火を吹く石像より強いわ。これ早いわ、やっぱり自分で叩いた方が。よいしょ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 、あっち行ったあっち行った。よし、倒した。オッケー、これで旅の扉ゲットと。みんな焼かれる。元老和さん超ダメージ食らってるけど旅の扉緑を手に入れた、イエーイ。なんだ、またヘルコンドルか。誰だ誰だ、誰がここに希望を振りまいている。お前か、お前か、お前だな。え、あ、でも完全にヘルコンドルに見つかっちゃったんだな。いよいよかな、もう少しで第2章のボスヘルコンドルとの戦いになるかな。さて寝とくか。神友様、申し訳ありません。どうやら私も病にかかってしまったようです。あ、やっぱりか。もうついに私も他の誰かをお助けできる力を失ってしまいました。神友様、ここまでにいたしましょう。治療はもう必要ありません。おそらく今の私たちではこの病は治せないでしょう。それにもし私が感染を広げればこの町は終わりです。神友様、お願いします。皆様のために、この町のために、どうか私を殺してください。担ぐ、これはもうもちろん問答無用で担いでお医者さんのところに寝かせよう。私を殺してくださいって言ってる。あ、でもなんか、なんだろう、聖水みたいなアイコン出てるけど綺麗な水ではないんだな。来た、元老は。何、何じゃと、エルが、おのれおのれおのれ、怒ってる。あ、がっくり。しかしこれも定めかもしれぬ。やはり人間は病に抗うべきではないのだ。神友よ、エルの願いを聞いてやってはくれぬか。エルを、エルを、エルを殺してやってくれ。嘘でしょ。いや、待て、待ってくれ。やはりエルをわしの可愛い孫。あ、そうなの、そうなの。だからたまに仲が良かったりツンケンしてたりとか、そういうこと。そうなんだ。神友よ、どうかどうかどうかエルを救ってくれ。お主は再び旅の扉を手に入れたのであろう。
旅の扉は持ち主が求めるものがある場所へと道を開くという、頼む聖なる祠の跡地に立つという世界中に行ってはくれぬか。ウルスの手記によれば、そこにある古の調合台なるものがあれば特別な薬を作れるかもしれぬのだ。頼む神とも、緑の扉の先で古の調合台を探してきてくれ。なるほど、これは熱い展開になってきた。ああ、エル頑張ってたもんな。よし、すぐ直してあげよう。早速行くぞ。これがもしロロンドだったら、ちょっと、もう一回、ちょっとサブクエスト回収行きますとか言ってたかもしんないけども、これはエルなんでね、すぐに行きます。みんなが駆けつけてくるよりも先に行ってやる。ピーヨコ、ピーヨコ、ピーヨコ、やった、宝箱。玉セット。さて、なんだこれ、敵かこれ。一応全力で行くよ最初から。あ、違った。竜族の骨、お墓、なんか大木槌がいたところに近いような。初めて骨を…お墓、なんか雨が紫色だけど大丈夫かなここ。まあビルダーは平気っぽいけど、これは何、なんだこれ。鉄の墓標。いろんな墓標があるんだな。防具ちょっと強くしたいな。あそこに人がいる。あそこの人をちょっと助けてあげるか。メルキドグリーブ欲しい。来た来た来た。いた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 。あれ、話しかけられない。これまさか。まさか腐っ、あれ、あー、腐った。目の前でそんな人が簡単に変わっちゃうのはちょっと結構心に来るものがありますね。腐った死体無視で行こう。あ、これは金。来るかまだ。うわー、腐った死体すごいグラフィックだな。いてえ、強い。これもでもウルスがやったんだ。それは間違いを犯したな、完全にウルス。うわ、なんかいろいろ、あ、いろいろでもあるな。やっぱここにもあるのか。鍵がないと開かないんだよな。鍵が欲しいな。ドラクエで鍵って言ったら盗賊の鍵が有名だけど、どうなんだろう。さて、ここは何かあるかな。何かあってほしいが。おお、だいぶ下まで行くね。あー、鍵持ってないっすよ。これ壊れないよね。中の様子見たいけど見られないな。なんだろう、この鍵。回収しに行くのも大変そうなぐらいいっぱいあるからな。でもまあ結局行けるんだろうから、まあ楽しみに待っておくとするか。そうだわ。よし、じゃあ世界中へ。お、タルバの謎解きがあった。あ、でもここにも草が生えてるところあるんだ。そんなのを見つけて、さすがに草。ここはどんな謎解きかな。一度来といた方がいいもんな。キラーリカンといたな。調べる。石碑に文字が刻まれている。私は探求者タルバ。知力あるものよ。そなたの輝きをここに示すがよい。この地には三つの問いがある。すべての謎を解き、解き明かし、ここを、に示すのだ。は？あ、もしかして探求者タルバの謎解き、のやつ、これか。ホワイトブロック。ブルーブロック。あ、そうだ。あ、じゃあもう一問あるんだ。あー、なるほどね。覚えとこう、覚えとこう。でもこっちは雨降ってない。キラーリカント。なんだ？お、9、11とかのダメージ。わ、すごい、瞬間移動か。13、12、あー、やっぱ強いな。
全然強いや、斧のが強いけど攻撃は剣のが当てやすかったりはするな。これ悪いやつなんだもんな。おい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 、いいやつだったりする場合あるのかね。一回剣振ると、あ、見つかるとそういう風に反応してくるのか。ちょっとタイム、あ、そっか、そこで、ん？ゴールドマン！ゴールドマン！うわあははは！あいつ倒すといっぱいお金もらえるんだよな。それは置いといて、やべえ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 。やべえやべえやべえ、わざわざ見つかりに行っちゃった。なんか、腐った死体ばっかり、うよよ。しかも生身の人間なんだもんな。なんか心に来るな、結構。うわー怖い。はい、じゃあここ、朝になりまして、ここが、世界樹の入り口っぽい。うわ、なんかすごい。すごいことになってるけど、こんな感じっぽいね。まああっちのあの建物は鍵がかかってて、いつもの開かない扉。へえ、あ、洞窟がある。まずはちょっと寄り道しようかな。洞窟エル助けるのどうした、忘れてた、ごめん。エルのこと忘れてたよ。あ、でもなんかすごい綺麗な水が出てる。どうやって登っていくんだ、世界樹は。ここか。どうやって登っていくの。なんか登り口あんのかな。上を見ればいいのか。え、あ、毒の間。あ、そこが入り口っぽい。ここか。あ、どこだ入り口は。普通に登ってっちゃっていいのかな。世界樹マイクラでもの、あ、いたいた、誰かいた。あ、生きてる。あ、探求者タルバ生きてたの。そなたは私の姿が見えるのか。あ、そういうことか。そうか、そなたはルビスに使わされた伝説のビルダーなのだな。ビルダーよ、そなたはなぜこのような地に来たのだ。ここはかつて聖なる祠という神聖な場所があった地。幽霊か。しかし聖なる祠は竜王軍によって跡形もなく破壊されてしまったのだ。そしてその跡地に生えた聖なる祠の力を宿した一本の生命の木も、生を得ようとすがってきた人間たちのせいで枯れてしまった、はあ、枯れちゃったんだ。ビルダーよ、改めて問う、そなたの望みは何だ。リムルダールの病を根絶することか、それとも空を覆う闇を晴らすことか。両方かな。むむ、どれも違う。ただ友達を助けたいだけ。あ、なるほどね。ロロニアさんに言われた目の前の人だけを助けろみたいな、それを言ってるのか。そのようなことがルビスに与えられたビルダーの役割だとは思えぬが。ビルダーよ、そなたに古の調合台の作り方を教えよう。あとは聖なる草があれば友の病を治す薬を作り出せるはずだ。聖なる草は私が保管しておいたのだが、保管庫の鍵は失われている。しかし、そなたならばきっと扉を開く術も見つけられるだろう。ここで鍵を思いつく。さらばだビルダーよ、そなたが作る新しい世界を楽しみにしているぞ。消えてた。で、ここで古の調合台ひらめく。鍵は？鍵はどうやってひらめくの？お墓壊しちゃったけど。何にもないよね。また宝箱とかどっかにあったら嫌、あ、なんかいけそう、あったら嫌なんだけどな。鍵か。鍵思いつかなかったよ、このお坊ちゃんは。マジでなんもないの。あ、聖なる草ってこれ？じゃがいもじゃねえか。じゃがいもじゃねえか。おっと、やっぱなんか開いてた。え、バスタブ？何これ？バスタブ手に入れた。あとは、これは何？浄化の噴水？噴水か、ただ単に。あ、水面に反射して綺麗だね。出てきちゃった。で、特殊な花があればいいの。どこだ、特殊なお花は。これくれ。あ、噴水か、ただ単に。痛い！これ？これはハートフルーツ。どこだろう。え、ここでしょ？鍵。鍵にチェックすればひらめいたりするのかな。ひ
ひらめかねえな。あった、いにしえの調合台。液体銀ってどうやって手に入れんだよ。調合壺も必要なのか。液体銀がわからん。誰か倒すのかな。よし、帰ってきたけど液体銀がよくわかんなかったな。敵からじゃなくて作ったりすんのかな。なんかびっくりマーク増えてるし。あ、あれか、これを元老和さんに渡して元老和さんからまた次の依頼が来たりとかっていうこともあるか。ヘイザン、ふふふふ。なあガミ友、そろそろ私の知識を生かしてみないか。結構やり手らしいね、このん。そんな得意げな顔してもどんな知識を持っているのか知らないだって。君は無礼なやつだな。病から復帰した時に話をしたじゃないか。実は私は以前旅の途中に出会った伝説の鍛冶屋の子孫なるいかつい男から雪の兵とある金属について話を聞いてね。あ、金属に関する知識には自信がある。液体銀か、これ。金属を加工して強い武器や防具を作れば来たるヘルコンドルとの戦いにも役立つはずだ。ガミとも、ひとまずこのリムルダールをくまなく探して銀を5つ持ってきてくれ。そうすれば銀の活用方法を教えるぞ。そういうことね。素晴らしい銀を集め終わったんだな。しかしこんなカッチコチじゃ武器を作るのは難しそうだ。はっ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 は、こりゃ参ったな。はっ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 は。おお、私待ちか。これが無言の圧力というものなのだな。なになになに、どういうこと。会話が面白いね。君なら何か思いつかないか。銀を加工して素材として活用する方法を。銀の加工方法を思いついたら、加工品を実際に作ってみるといい。そうすれば君のことだ。そこからまた何か思いつくこともあるだろう。あ、中間品か。ガミとも、私はこの町に来てまだ日が浅いが、ここのことは気に入っている。必ずこの町を守ってくれ。そしていつの日かヘルコンドルを倒すんだ。ほら、噂に聞く君のひらめいた時のあれを見せてくれ。噂になってるんだ。ひらめいちゃった？ガミとも。あ、ひらめいた。液体銀来たー。常に液体になっている銀。ありがとう。サハ銀。サハ銀じゃない。なんだっけ？誰って言ったっけ？ヘイザンか。サハ銀って誰？何でも失われていく文明の中にあって、後世に様々な技術を残そうとしていたとか。エルやこの地の病を癒すためにも彼が残したものが使えるといいんだが。でも、どっちにしてもあれがないんだよな、お花が。おお、ガミ友よ。いにしえの調合台の作り方が分かったのじゃな。ガミ友、皆には黙っておったが、エルはわしのたった一人の孫娘での。エルは病の研究を諦めたわしを心の底では憎んでおった。だからあのように。確かにわしは今も病に抗うのが正しいことなのか悩んでおる。しかしのう、ガミとも、やはりわしには可愛い孫娘を見殺しにはできぬ。勝手と思うか愚かと思うか、そうじゃわしは勝手じゃ、愚かな人間じゃ。わしも協力する。どうかどうか新しい薬を作ってエルを助けてやってくれ。お、これで思いつくのか。世界樹の雫とか。お、聖なる雫。なるほどね。元老さんのお悩みを聞く前にちょっとどうしても作りたいんで作っちゃおう。ぶっ壊しいの。ほんと火に走れば感情を作る。病気ってのは本当に恐ろしいもんだ。それに血も涙もねえもんだな。言っておりますが、いにしえの調合台、液体銀を作ります。液体銀はどこだ。銀、もしかして下手。ああ、もう、調合台で作んのか。ああ、そうだ。調合台で作るんだな。液体銀、あった。銀とネバつく液体から作るんだ。やっと銀が役に立つ時が来た。鍵来た。鍵ひらめいた。鎖かたびら、鎧だ。うわお、やったね。これで、あ、はやぶさの剣き
った!2 回攻撃できる。ドラクエといったらこれ、聖なるナイフ。当てるとダメージ、不死の魔物に麻痺の効果。これは投げアイテムかな。魔を退く、銀で作られた投げナイフ。やっば!最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ。下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているのでこちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。